モレーレイク発見されたのはですね1893年になります。モレーンとはですね氷河が削った堆積土砂という意味です。モレーンレイク、それによって作られた湖というふうに言われているんですね。周りをですね10個の峰、3000メートル級の山です。10個の峰に囲まれて、その谷間に存在するのがこのモレーンレイクと。これからですねこの先は国道1号線へと進んでいきます。この辺り少し標高が下がってきますので、今ご覧いただきますと色づいている木々ね、お分かりいただけるかと思いますね。そして川が見えてきます。ここはボー川とパイプストーン川という2つの川が混ざる地点なんですね。ものすごくこう何かが露出しているように見える、崩れ落ちている部分分かりますよね。実はここ三重地地層帯といいまして、6億5000年前の地層です。海底にあった部分がもともと隆起したという形でこの辺りの山は作られています。谷間にですね、氷の階段、氷の階段が3つあるんですけど、お分かりでしょうか。あれが氷の滝、氷瀑って言われたんですね、氷の滝です。今からあの氷の滝の方向に、ね、走っていきます。大体10分ぐらいですね、ちょっとした駐車場に行きますね、氷の上で、氷河の上で。そこでちょっと降りていただいて、氷河の上の散歩に楽しんでいただきます。正面にね、山があります。正面一時の方向に山があります。
この山の向こうにコロンビア大氷原という大きな氷の、ね、原っぱがあるわけです。この市や名古屋市と同じぐらいな大きな大きな氷の氷原がこの山に向こうにあるもんですからね。全長長さが6キロ、幅が1キロですね。 厚みはですね、一番厚いところでだいたい300メートルって言われてます、はい。でこう氷が動いてるんですね。氷河ですから氷の川なんですけども、こう氷がこう流れてるんですね。今から我々が歩く場所、中心部分なんですけど、だいたい年間25メートルですね。年間25メートル氷が流れてるって言われてます。山をキャッスルマウンテンという名前に変えています。それが1858年の話になります。なので名前はですね、ちょっと変わったという、ちょっと珍しい山になります。山頂まで木が生えている山、ちょうど右横になりますけれども、サルファー山というバンク発祥の地の山になります。ここでですね、温泉が湧いてきたんですね。そこがバンク国立公園のきっかけにもなった場所になります。ということになります。標高は2945メートル、3000メートルにやや届かないというですね、まあ、大きく見えますけれども3000メートル弱の山となります。こちらもバンフの街を代表する山になります。今日お泊まりいただくバンフスプリングスホテルはですね、このランドル山ちょうど手前に位置しているような場所になります。
デーということでカナダの収穫感謝祭という祝日にあたります。ですので今日はスペシャルビュッフェということでアルバータビーフの プライムリブも置いてまして、バイキングで、お食事をお楽しみいただきたいと思います。